まっすぐ、真剣 !NHK は、忖度を芸術にします。例えば、大手芸能事務所のスキャンダルを報じるときには、一番人が見ていない午後4時に報道します。そして、その報道の際には、大手芸能事務所のコメントをそのままお伝えします。つまり、NHK は、大手芸能事務所の下請け、子会社ということです。NHK は、大手芸能事務所の 広報をすることによって、これからも大手芸能事務所のタレントさんが NHK の紅白歌合戦のような番組に出てく,てくださることを期待しています。まっすぐ、真剣、NHK は忖度の芸術を貫きます。大手芸能事務所のスキャンダルを報じるときには、正直、身体、体を乗せません。体重を乗せない報道をすることによって、 いや、一応、公共放送として、報道しないといろいろネットで言われるから報道するんだけど、我々 NHK としては、真剣に本気で報道してるわけじゃないんです。わかってくださいよ、大手芸能事務所さん。というように、忖度を忘れません。NHK が体重をかけて、本気でお伝えする情報は、例えば、こんなことです。引っ越しの際には、受信料契約の届け出をお忘れなく、 NHK は皆さんの受信料で支えられています。こういうことは NHK のお財布に関わることですから NHK は本気でお伝えします。だけど大手芸能事務所のスキャンダルについては何しろ報じると大手芸能事務所のタレントさんを引き上げられてしまうんで NHK 困っちゃう。だからそのような時には NHK は忖度の芸術を発揮します。 誰もテレビを見ていない、一番人が見ていない午後4時ぐらいのストレートニュースで2分ぐらいしれっと報じて、それをネットで伝えます。なぜネットで伝えるかというと、 おなんか NHK 午後4時になんか大手芸能事務所のスキャンダルを報じたらしいぞ。え、そうなのどんなこと報じたんだろうえ、こういうことを報じたんじゃないのえ、こういうことを報じたんじゃないのと、ネット民の皆さんが勝手に NHK が報じたことを大げさに拡大してしまわないように NHK としては、いや、NHK が報じたのはたったこれだけなんです。しかも大手芸能事務所の え、コメントをそのままお伝えして、ちゃんと大手芸能事務所としての子会社、そして大手芸能事務所としての広報担当としての役割を果たしてますよと、大手芸能事務所の方々にアピールしてるんです。これで NHK は安心。これからも紅白歌合戦に大手芸能事務所のボーイグループが5組も6組も出てくださいますし、そしていろんな番組の MC も大手芸能事務所の人が出てくださいます。これで NHK は皆様の NHK であり続けることができます。NHK が得意なのは、忖度の芸術。皆さんも、大手芸能事務所のスキャンダルを報じるときには、午後4時の誰も見てない時間帯に、しれっとちょこっとだけ報じる。このような、しかも大手芸能事務所のコメントをそのままお伝えする広報機関になる。このような、 NHK の忖度の芸術、これ日本という社会で生きていく上ではとてもとても大事なことなんで、何しろ NHK はその日本の社会の中で国会だとか国会議員の皆さんとか、いろんな方々に忖度をして、そして芸能事務所の方々にも忖度をして、今の NHK があるんです。BBC とは違うんです。PBS とも違うんです。Twitter 社に、政府に出資されている放送機関だと言われて、 怒ってツイッターの公式アカウントを引き上げたような、あのような PBS のような骨のある対応、NHK には無理なんです。NHK は忖度の芸術。NHK の生き方って、私たち日本人の生き方そのものだと思いませんかその日本人に大人気なのが、大手芸能事務所のタレントさんたち。アメリカ進出しても、おそらくグラミー賞とか届かないけども、それはいいんです。日本というガラパゴスの島の中で、みんなで仲良くやっていきましょう。 NHK はこれからも忖度の芸術を貫きます !NHK の午後4時のニュース注目してくださいそこできっと報じなくちゃいけないんだけどちょっとこれあんまり気づかれると本当困るんだよなっていうニュースをこれからも報じると思います !NHK の午後4時のニュース枠が一番熱い以上 NHK からのお知らせでした。なお引っ越しをされた時にはマジであのあなたから受信料を取り続けたいんでちゃんと届けて出してくださいね。それ NHK にとって一番大事な情報なんで。 NHK は、本気で皆さんの受信料をお待ちしています。NHK は、忖度の芸術を貫く、世界で一番の報道機関です。<laughs> ひどすぎて笑うた。